ジャンヌ・ド・フランスは、ブルターニュ・コージャン5世の日、フランス王・シャルル6世と、王妃・イザボード・バビエールの3女。姉に、イングランド王・リチャード2世及び、オルレアン公、シャルルの日、イザベル、妹に、ブルゴーニュ公フィリップ3世妃、ミシェル、イングランド王・ヘンリー5世妃、カトリーヌ、弟に、ギュエヌ公、ルイ・トゥーレーヌ公ジャン、フランス王・シャルルル7世がいる。 ブルターニュ継承戦争とゲランド条約の結果として、ジャンゴ世の成果、モンフォール家が行為を継承、パンティエーブル家は劣勢であったが、彼らは、ブルターニュコ継承権を諦めてはいなかった。1420年2月、オリビエ・ドブロワと、母マルグリット・ドクリッソンは、ジャンゴ世にシャント層の領地を与えるとする宴会を、開いて、ジャンゴ世と、弟リシャール・でタンプを招き、彼らを拘束した。 パンティーエーブル家は、ジャンゴセイが死んだという噂を流し、毎日彼の居所を変えた。公費ーージャンルは、ブルター入中の男爵たちに訴え、パンティーエーブル家が所有する城を一つずつ包囲していった。彼女は7月に、マルグリットを捕らえ、ジャンゴセイを解放させた。1396年9月19日、ジャンゴセイと結婚して、以下の子女を設けた。ありがとうございます。